ね。待ってくださいね。下からめくらないと。うん、これが E、まあ、E の2859です。これあれですよね。E ちゃんとライブしたとき。あ、そうした。あの出張ライブの時や。そう、出張ライブです。シャツワンピの品号教えてください。今言ったんですけど忘れちゃいましたね。もう一回言いますね。私も忘れた。 E2859 です。 E2859、 はい、はい。グーちゃんのパーソルカラーは何ですか？秋です。オータムです。はい、スカートはどの季節でもいけそうですか？スカートはどの季節でもいけそうでした、うん、本当に生地感がしっかりしているのと裏にもねしっかりついてます。夏だったら多分風通しが良くて涼しいですし、秋とかだったらそれこそ私たちが今履いているこのシアーのレギンスやったりとか、冬だったらちょっと分厚めのレギンスやったりとかを履いていただいたら全然裏返すめっちゃ下手くそ。いや、盛り上がる。で、裏地がね、裏地はしっかり最後までっていうよりかは膝上ぐらいで止まってるんですけどね。なので夏もそんなにムカつきもなく涼しく履いていただけそうな気がします。こんな感じ。はい、裏返すとこんな感じです。はい、スカート重さはね重くはないと思います。めっちゃ軽いわけではないですけど、重さはそんなに気にならなかったです。はい、AW のアクコソクロも出ますかって。あると思う。あ、でした。私は知らない。うん、はい、お楽しみにしてください。うん、スカートに苦戦している。そうね、苦戦しました。これ、なんか全然見えへん。確かに、でもまあ、若干可愛いっていうのもありますね。ちょっとが可愛い。横やから、多分横からやったら見えます。うん、イーちゃんの角度から見えないかもしれない。うん、うん、ボーダーハンスル品番教えてください。ね、ボーダーハンスルはねまだね発売がまだで、品番もね多分まだわからな いですよ。来週ちょっと多分ライブもちゃんとご紹介する予定はあると思うので、はい、お待ちください。はい、はい、ください。うん、マーミングスカートに新色はありますか？マーミングスカートあれですか、デニムのですか？多分ねないと思います。あれめっちゃ可愛かったですよね。でも私ね買いました。分かったんや。はい、はい、めっちゃ可愛くてよく履いております。うん、シャツの後ろ姿見たいです。こんな感じです、後ろ姿。うん、パンツ、お二人のお色はパンツ、どのパンツだろう。今日はねパンツがね2個あるね。じゃあ後でちょっと最後の方で二人のお色をお伝えしようかな。はい、重ねまくったけどいけるかな。なんかこれ多分ちょっと普段にプラスアルファで入れたいなって時に入れたらいいかなと思うんで。確かにね、足元映えますね。そう、もうちょい短くてもいいと思うんですけど、ちょっとこれなかったら、でもグーちゃんみたいにシャツに合わせるのが一番ベストな気がする。確かに、うん、なのでちょっとご紹介します。はい、はい、なかなかないよねこういう、うん。はい、じゃあこちらが、シアーレギンスになります。品番が M の、3424です。はい、お色が、ぐーちゃんが履いてるのがこちらがオフホワイト、はい、みーちゃん履いてるのがベージュ、うんうん、ベージュです。はい、はい、でこちらは2色展開になっております。ではお値段いきます。じゃじゃん、1290円。イエーイ。はい、でこちらも、8月6日金曜日朝11時59分まで送料無料です。はい、ではもう一度お願いします。はい、これはですね、はい、もうね、ちょっと見にくいと思うので足上げるんですけれども、うん、若干っていうか、はい、シアーになっております。あ、ちょっとめっちゃ映ってたみたいな。シアーになってます。全部シアーですね。全部シアーになっておりまして、なので下のところとかもね、かっちりまっすぐじゃなくちょっとメローではないですけど、うん、ちょっとおしゃれな感じが、うん、ちょっとメロっぽくなっている感じ、うん、もすごい可愛いポイントで、はい、これ長い、多分届いたら、ね、めっちゃ長いやってなると思うんですけれども、うんうん、これはねクシュッと履いていただくのがすごいね、はい、可愛いポイントなので、はい、まっすぐピタっていうよりかはちょっと下の方にクシュクシュッと止めていただいて着ていただく形が、うん、可愛く着こなしていただけると思います。はい、で、イーちゃんはねワンピースに合わせてもらってるんですけれども、はい、ちょっと若干クシュッてなってるのがベージュなので見えにくいかもしれないですけど、ちょっと揺ろっか。はい、
ワンピースの合わせとして着ていただいてもすごい可愛いですし、うん、私みたいにシャツワンピでがっつり見せるのも可愛いと思います。はい、私ね高校の時にね、うん、足がすごいコンプレックスがあって、なんで？毛虫みたいなのに噛まれてブツブツがめっちゃできてしまって、その時とかあんまり見せたくなかったんですけど、うんうんうん、そういう時にこれあればよかったなって今思いました。あ、確かに、おしゃれに隠せるよね、うんうん、おしゃれに隠せれる。なので、うん、足もっとちょっと見せたくないなって方、うん、こういうの今から流行ってくると思うので、はい、めちゃくちゃおすすめです。はい、以上です。ありがとうございます。うん、でこういうのやっぱちょっと普通のレギンス合わせるよりかはちょっと軽い印象、うんうん、になるのとやっぱおしゃれに見えるので、うん、はい、ぜひ挑戦してみてほしいですね。はい、はい、あ、足太くても履けるのからどのくらい伸びますか？チクチクしないかな？伸びは脱いでみましょうか。脱ぐ？どっち？私の方か？どっちでもいい？どっちでもいいです。ぐーちゃんの方がなんか合わせ的によく見えてるから私の方少々お待ちを、はい。あ、同素材のタートル作ってほしい。あ、ね、いいね。でもね、私ね、一、うん、回来ました。あ、来た。多分ね、あると思う。あるんや。これ、全く、多分ね、全く一緒ではないんですけど、同素材っぽい、ぽかったです。うんうん。めっちゃ可愛かったので、ちょっとお楽しみにお待ちください。はい。ちょっと脱ぎたてです。伸び伸びですよ。もう、すごい伸び伸び。伸びる。伸び伸びです。うん。だから、まあ、こういうのは、絶対必然的にピタッとはするんですけど、うん、すっごい窮屈感とかはないと思います。ないですね。うん、伸縮性はしっかりあります。柔らかい。はい、うん、チクチクしないかな。チクチクしないです。うん、私大丈夫でした、うん、柔らかい、結構素材は柔らかいです。はい、さっきぶち上げてくれてたこのメロンっぽくなってる、うんうん、下ね、うんうんうん、はい、です。はい、脱ぎたてほやほやありがとうございます。はい、うん、あ、ぐーちゃん履いてるミュールの履き心地どうですか？これめっちゃ履き心地よ、よ、良いです。良いね。楽よね、これ。楽です。そう、フラットかと思いきや、ちょっとだけヒールがあるという。そうなんです。ほんのちょっとだけど。ほんのちょっとだけ。うんうん。おしゃれな。さって履けるし。さって履ける。うん。あ、季節的に冬以外なら履けますか？冬以外なら履けるかなと思います。うん、いけます。うん、なんか夏も、なんかね、ちょっとプラスオンしたいなっていうことは全然していいと思います。うんうん、うん、春夏のレイヤードリーってもう書いてあるので、うんうん、春も夏も絶対いけるし、秋口も絶対いけると思います。はい、いけますね。はい、真冬はやっぱちょっと寒いから、うんうんうん、で使いたかったら使ってもいいと思うんですけど、うんうん、確かに、うん、さらになんかこの辺に履きたい子私もう一枚、確かに確かに、うん、ね、うんうん、こんな感じです。膝下までのワンピだったら変かな、透けすぎですか？膝下までのワンピ、膝下でもぐーちゃんが今してくれてるのが全然いけると思います。もうちょい上げたとしてもういけると思います。このクシュッと感をちょっと多めにしてあげたりしたらいけそうじゃない？いけそうね、うん、だから膝下でも全然大丈夫です。はい、あ、エアコン寒いときにちょうどいい。確かにね、1枚履きたいときありますもんね、うん、どっちの色推しですか？私白。うわ悩むな、うん、でも白かな私もね、うん、はい、はい、冷え対策にもいけますか？ウエストどれぐらい伸びですか？ウエストどれぐらい伸びる？ちょっとね、これウエストをね全部お見せしてはやりづらいんですけど、はい、こんな感じ、もうすっごい伸び伸びは伸び伸びです。ゴムは、うんうん、しっかり、ね、うん、なのでなんかまあよくレギンスとかタイツにある感じ、そうですね、を想像していただけてたら大丈夫かなと